There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Cause you're not.夜中なんですけど、お腹が空いたので夜食を食べたいと思います。じゃーん、冷凍庫にこのたこ焼きがありました。今温めてます。いただきます。うん、このボトルは今日無印で買ってきました。こんにちは、じゃーん。今日はナチュラルキッチンでの購入品を紹介していきたいと思います。ナチュラルキッチンでは3310円分お買い物してきました。から一つずつ紹介していきたいと思います。まず110円の商品から紹介します。一つ目はじゃーん、木のトレイを買いました。これはインスタの投稿で見てとても可愛いなと思ったので購入しました。おうちカフェでたくさん使用したいと思います。二つ目の購入品はじゃーん、これは多分シロップを入れるものだと思うのですが、これからアフォガードのアイスを作りたいと思っているので、その時にコーヒーを入れたいと思います。目の購入品はじゃーん、お箸です。このドット柄のレトロ感に惹かれました。たくさん使用したいと思います。購入品は木のスプーンとフォークとナイフです。こういう素材のものが欲しくて、ナチュラルキッチンで見たら100円だったので買っちゃいました。これを使ってたくさんお料理を食べたいと思います。3つ目の購入品はじゃーん、全てが木の素材になっているスプーンとフォークを買いました。このちっちゃいフォーク可愛いですよね。これはケーキを食べるときに使用したいと思います。こういう木の素材のフォークとスプーンが欲しくて、無印良品も見たのですがとても高かったのでここで購入しました。最後はじゃーん、お箸置きを買いました。これは目玉焼きトーストのお箸置きになってます。このデザインに一目惚れして買ってしまいました。可愛いです。次に300円商品を紹介していきます。300円商品一つ目はじゃーん、白い丼を買いました。ラーメンを食べる丼が一つも家になかったので購入しました。シンプルでとても使いやすそうです。この購入品はじゃーん、このお皿を購入しました。これはとても可愛かったので色違いで買ってしまいました。インスタのサイトで見た時にとっても可愛くて
これは買うぞと思って行きました。これはとパスタを作った時にこのお皿に入れて食べたいと思います。次の購入品はじゃーん、またまたプレートのお皿を買いました。このシンプルなデザインにとても惹かれてしまいました。おしゃれで可愛いです。300円商品ラストはじゃーん、またまた木のトレイを買いました。なんか300円でとても安いなと思って買っちゃいました。おうちカフェの時にたくさん使いたいと思います。500円商品を紹介していきたいと思います。じゃーん、この木のトレイを買いました。こういうトレイがずっと欲しくて、 IKEA のも見たんですけど高かったのでこちらにしました。とても使いやすそうです。ここに作ったお料理を入れておしゃれに食べたいと思います。かわいいです。以上がナチュラルキッチンでの購入品でした。ずっと行きたかったので本当にたくさん買えて嬉しかったです。たくさんときめくものに出会いました。無印良品で季節限定のマムを買ってきたので食べ比べをしていきます。買ってきたバームクーヘンすべて一口サイズに切ったのでこれからレビューしていきたいと思います。いただきます。最初に食べるものは紫さつまいもバームです。食べた瞬間にお芋の優しい甘さが広がりました。これはとっても美味しいです。私もともとお芋が好きなのでこのバームクーヘンリピートしたいです。バームクーヘンもしっとりしていてとっても美味しいです。次にジンジャーバームを食べたいと思います。甘さは控えめなんですけど生姜の味が結構強いです。なので生姜が苦手な方にはあまりおすすめできないです。でもすごい食べやすいです。次にジャンドゥやバームを食べたいと思います。名前が面白いですね。どんな香りなんだろう。香りはチョコレートです。いただきます。甘いチョコと香ばしいナッツがとてもよく合います。これ癖になる美味しさです。残り3つになりました。次に食べるものは黒糖バームです。私黒糖とても好きなので楽しみです。食べた瞬間、黒糖のとても深みのある味が広がりました。多分黒糖好きな方はぜひこれ食べていただきたいです。甘さもとてもちょうどよくて、これリピートしたいです。皆さんにお聞きしたいのですが、無印のバームは大きさがそれぞれ違うことにお気づきでしょうか。私も最近気づいたんです。レギュラーサイズの一番大きいサイズはバナナバウムの 110g です。新作のバウムは一番大きいのだとかぼちゃで 93g です。ぜひ皆さんも大きさチェックして購入してみてください。次に食べるのは焼きリンゴです。どんな味か気になります。匂いはもうアップルパイみたいな、とってもいい匂いがします。いただきます。口に入れたらもうリンゴのとても濃厚な甘さが広がりました。シナモンも入っていて
ても美味しいです。アップルパイのような味がします。美味しい。最後に食べるものはマロンバームです。栗のバームですね。このバームもすごい気になってました。栗の香ばしい香りがとても広がりました。これ栗好きの人にはぜひ食べてもらいたいです。なんかモンブランを食べているみたいです。とっても美味しい。甘さもちょうどいいです。これから順位発表をしていきたいと思います。3位はじゃん、黒糖バームです。2位はじゃん、マロンバームです。1位はじゃん、紫さつまいもバーム。皆さんも気になったバームをぜひチェックしてみてください。また無印の商品レビューやりたいと思っています。